入り口入ってすぐ、はい、到着。さあ今日は入り口入ってすぐのところですね。さあ、はい、それではね、今日も2幕、もう2幕ずつ貼っていかないと追いついていかないんで、当分2幕貼っていきたいと思います。今日はリビングメッシュエッグとアメニティドームの連結をしていきたいと思います。あ、でかさすがやな。よし、ここまでできたらとりあえず立ったわ。ほんまに卵やな、リビングメッシュエッグ。さあ、ここからは接続していきたいと思います。よいしょ。いや、全然発明やからな、両方とも意味が分かってないんですけど。ほい、完成。いや、いいんじゃね、なかなか綺麗に連結できると思うよ。よいしょ、こんな感じ。あ、出た出た。でっかいな、やっぱりヒーリングメッシュエッグ。ええ感じではあるけどね、これ全部メッシュになるからな、素晴らしい。それでは内装していきたいと思います。どう、これ快適空間まあこんな感じでいいんじゃねよしよし、前出していこうか。
珍しくテーブルも持ってきましたわ。今日はもう普通のキャンプやね。一つだけ抵抗しようとは思ってるけど、はい、こんな感じです。さあ、これでだいたいできたかな。よし、でワンズ下ろしていこう。おお、だいぶできてきましたね。なんか昔ながらのキャンプって感じやな。よいしょ。まあガスは絶対使わないようにはするけど、ガス使ったらもう家と一緒やもん。なので今日はスベアと、一応スベアを持ってきたから、スベアとウッドストーブでやりたいと思います。よいしょ。なかなか快適空間ですよ。いつまでこういうキャンプが続くんだろう。山にこもりて、いつも言ってますけどね。今日はなんか時間的に余裕がありますね。設営が早かったからかな。よいしょ。とりあえず石油ストーブをつけました。もう着替えたよ。はい、久しぶりやこんなスタイル。椅子に座ってなんて、さすがに冷えてきましたな。のでちょっとお茶でも飲みたいなと思います。さあ、薪は切ってきてるので、モンベルのクッカーも久しぶりやな。キャンプケトルなんて最近使ってなかったもんな。ずっとスノーピークのやつでやってたから。さあ、よいしょ。ああ、何度やろ。もうだいぶ下がってきたね、気温が。よしと、よし、これでいこう。まあ、とりあえず火起こししていきますわ。なってるよ。あったかい。やっぱり火があるといいね。とりあえずこっちでも行きましょう。はい、それではいただきます。あっち、うまっ。あー、やっぱ最高やな。あー、うまっ。ご飯の準備をしていきたいと思いますけども、今日はそんなに凝ったことしないよ。豚丼。もう材料は揃えて持ってきたから。よいしょ。大丈夫なのかな。このぐらい。このぐらいでいい。うわ、こんだけ食べたらいい方じゃない。もうちょっと食べる。水が強烈に冷たい。
めちゃめちゃ冷たいぞ。あ、指凍りそう。こんなに冷たいのか、お水がもう。ちっちゃいフライパンだ、すごい、これすごいで量、大丈夫かよ。火が消える、やば。ちょっと味噌がすると、すぐ火が消えるね。入れとかないと。今日はワンズには最高のご飯が待ってる。鶏肉1.7 キロと、じゃあ 1.2 キロと、レバーを1キロ、だから 2.2 キロ、家で湯がいてきたから、ワンズは今日は最高のご飯だと思うよ。冷水ビジュもやしに、もうこれ大やからな、これ2合ぐらいあるんじゃん。ああ、また消える、また消える。よいしょ、全然足らん。よいしょ、あー、こんなもんや。よし、これで。あ、石用意せなあかん。なんか炊けてきてますよ。ポコ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 は言うてるけど、火加減めっちゃ難しい。ほらほらほら、吹いてた吹いてた。これ一個入れただけですごい火力上がるの。それではね、多分ご飯できたと思う。湯気が出なくなったから。それでは行くぞ。醤油、醤油、よいしょ。これで照りが出るでしょ。それとお砂糖も持ってきたんだな。お砂糖なのかな。よかった、できたものです。火力上がってきました。ありがたいね、このストーブっていうのは。やっぱりその火に薪のくでるスピード、こんなちっちゃい薪やもんだってな、無理やん。よいしょ、いい、おいしなった、いいやつになった。よいしょ、ほれほれ、よいしょ、完璧。おいしそう。豚ホくんなあ、うまそう、うまそう、うまそくない？ちょっと食べてみよう。写真撮らなあかんねんけどね。いただきまーす。うん、うまく伸びてる。ちゃんと炊き上がっとるもん。お、お湯が沸いてきました。いい感じ。だいぶお腹膨れてきた。
あ、美味しそう。あ、いいね。おじいちゃんめっちゃうまい。あ、美味しい。片付けてちょっと一服です。手真っ黒しょうがないよな、ウッドストーブやろう思うからな。へっ、真っ黒。ほんまにめっちゃ綺麗な、この二次燃焼。ほら、すごいね。はい、幕内にこもりました。こんな感じです。広角じゃないからね、ちょっと前よぎるで、あったかいな。こんな感じです。ほらね、さあワンズのご飯やな、作りましょう。はい、それではワンズのご飯と。今日はすごいぞ、重た。見てこれ、何キロあんの、めっちゃ重たい。鶏肉とレバー、ほら目の色変わった。すごいねこれこの待ってる表情がおもろいねんけどな、撮られへんかな見えてる？何？よ、お腹減った？何食べんの？ん？ちょっと待って。よかったね、美味しいの。お前落とすなよ。よいしょ。よし。ここペロッといきそうやな。なんかこっち激しいねんけど、いっぱい落としてないかお前。なんかスノーピークの幕の時はなんかこういう二人になるね。ツールームあるからちょっと便利やな。ほら、あそこで、ね、寝れるからね。よいしょ。DVD でも見てゆっくりしてます。幕内12度、外は6度。やっぱストーブつけてる分暖かいね。はい、おはようございます。もうただいま10時半になっちゃいましたね。なんかバタバタしてたら寒いんだか暑いんだか、今めっちゃ暑いねんけど。いやー、よいしょ。どうですかね。よいしょ。さあ、朝ごはんでも作っていくかな。TKG。卵かけご飯。卵かけご飯。卵かけご飯。今日は卵かけご飯にしてると思います。食べたかって、そのために卵を持ってきたもん。ああ。いやー、いいよ。むっちゃ天気。バッチシー。ほれ、ほら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 。天気めっちゃいい。よいしょっと。こんな感じで結局ね、スペア使わへんぞ。
それではね、卵かけご飯用意していきたいと思います。卵かけご飯よいしょ。あとサラダかな。よし、ご飯炊いてる間にちょろちょろやっていきたいと思います。じゃあそろそろ炊けたかな。ちょっと見てみようか。ああもうちょいやな。あとちょっと美味しそう。よいしょ。それでは TKG 行きます。よーし。よっ。行くよー。なー、すげえ。面白い。で、海苔を入れる。贅沢。よいしょ。はい、できました。豚汁とサラダと TKG。 うわ、美味しそう。いただきます。うまっ。めっちゃうまいぞこれ。うん、あこ、ほら入り口で貼ったらあかんわな。通るたびにみんなに声かけられるんだけど。さっき隣で貼ってたキャンパーさん、女子ソロキャンパーさんなんですけどね、ずっとお話しさせてもらって、いつも見てますっていうことで、ありがたい話ですけど、やっぱり入り口で貼ると目立つね。犬さんとおるったらうちしかないもんね。知らなくても近寄ってくるよね。はい、すいません、ありがとうございます。引き倒れてる。はい、それではね、片付けていきたいと思います。まだちょっと鎮火してないからね、どうなるか時間かかりそうかな。ロープの片付け方と、遠いな。でもやっぱさすがと思うよ。スノーピーク高いだけのことあるよ。細くても全部アルミのポール入ってるもんね。これだけちっちゃいテントでアルミのポールは使わんで、普通ファイバーやで。でもそれが一番いいんだけどね。
はい、撤収完了。綺麗になりました。あとはゴミ捨てて、帰りたいと思います。それではお疲れ様でした。